ギタリストアレンジャー小松ギターアカデミー代表のタカです。このレッスンコースはアルメニス作曲のアストリアスを完全にマスターするためのレッスンコースです。アルメニス作曲のアストリアスはクラシックギターを弾く人は一度は演奏してみたい憧れの作品といっても過言ではありません。しかしラスゲアード、ピッツィカート、ハーモニクス等の特殊技巧や左手の押さえの難しさなど多くの難題を抱えたこの作品に二の足を踏む方も多いと言えます。このレクチャーは初めてこの曲を演奏する方が一日でも早くマスターできるように丁寧に解説いたしました。このコースの特徴、アルメニスの名曲アストリアスの左手で押さえるポジションが実際に弾いているビデオで確認できます。数小節ずつ区切り、それぞれの押さえ方のコツと付随する音楽表現が学べます。あら、まだ生きてたんだなという右指のタッチや練習の際に気をつけることについての具体的なアドバイスがあります。乗せるんですね。ラスゲアード、ピツィカート、ハーモニクス他のこの曲の演奏に必要な特殊技巧の弾き方が学べます。ここあたりに乗せちゃうんですね。模範演奏を真似ることで一通りの演奏表現をマスターできます。超スローテンポのギターの楽器パネルと連動する楽譜のビデオで左手の押さえのポジションがしっかり確認できます。このコースを終了するとアストリアスの左手の押さえがしっかり分かるようになります。弦に対する右指のタッチが良くなり美しい音色で演奏できるようになります。アストリアスの楽曲としての音楽表現ができるようになります。各小節の押さえ方のポイントを押さえることで安定した演奏ができるようになります。以上のことがしっかりできることで人前で演奏し鑑賞に耐えられる演奏ができるようになります。初めてアストリアスを練習する人、楽譜を読むのが苦手な人、ハイポジションの押さえが苦手な人、美しい音色を出すための右指のタッチを知りたい人、ピッツィカートやハーモニクス等の特殊技巧の弾き方を知りたい人、この曲をどうやって音楽表現するか知りたい人、人前で鑑賞に耐えうる演奏をしたい人におすすめです。このコースでアストリアスを完璧にあなたのものにしましょう。それではレッスンでお会いしましょう。